皆さんこんにちは。オイルシールをね変えたいないんですよ。ないって言われます。ないって言われた場合どうしたらいいですか。諦めてくださいってことですとりあえずですね、外観一応測ったサイズよりは外観外側が若干小さいやつ、それを買ってみて、とりあえず交換してみようかな。ダメだったらどうするんですか。ここ一回外したでしょ、またつけたでしょ、なんかオイルが出てこない曲がっちゃってんの。それがいいんですかね。様子見た方がいいですかね、このままね。下手に変えるよりね、そんなこと思うんですけど、ちょっとこうひん曲げたことによって、普通それによってどんどん持ってきちゃうんですからね。あ、でもオイルあんまり今もう抜けちゃった、全部抜けちゃいましたね。あれ入れたんです、ベルハンマー。オイルの代わりにベルハンマーじゃまずいっすね。やばいかもしれない。ね、せっかくいい工具なんでもったいないじゃないですかね。大丈夫なのかな。いや、ダメだよ。ここを少しへこんじゃったんですけど、外すのにね。それによってシールが少し効くようになりましたからね。押されてね、密着が増えたから。どういう仕組みなんですかね、これね。エアーでこれがこう押されてっていうパターンですかね。それで回転するんですかね。よくわかんないです、仕組みが。あとここの、ね、紙状のガスケット、あとオーリングがここに入ってる四角いやつ、核断面ですよね、これね。すごい。え、何、いじんない方がいいのかな。今盛らないんであれば、で似てるでしょ。似てるんですよ。外側があの金属のやつが入ってるやつ、ね、でこれ圧入じゃないとね、叩いて入れると大体ダメージするんですけど、やっぱスカスカですよ。どう見ても一回り小さいですもん。見てちょっと合わせるだけでも1ミリ小さいんでね。そして私これ前回ですね、このオイルシール抜くのにマイナスドライバーやったら、グッてやった時にマイナスがビューンっつって、ここをバーってやりました。はい、あの皆さん気をつけてくださいね、こういうのがね、危ないですから、もしこれがねブスって刺さってね、チューがビューって飛び出してね流血騒ぎ。バギツ取りましたよね、取りました。はい、あ、気持ち小さいですね。あ、スカスカだ、スカスカ。ほら、もうしょうがない、これシールテープをぐるぐる巻きにして差し押し込む。ふざけてる。1ミリぐらい取ったことないでしょ、ね、1ミリぐらいないものはしょうがない、諦めるしかない。メーカーの方がないって言うならないんですよ。回転部分にかからなければ。分厚いなこれ半分でちょうどいいですね。これ半分に折って巻くとちょうどいいんじゃないですか。そんな感じしますけどね。なんちゅうことやってんですかね。なんちゅう作業なんだこれ、おそらくですね、これ超一流とかね、いわゆる一流って言われてる人はこういうことしない。だってそういう工具は使わない、元からね。あのその部品が出なくなるとか、そんなようなのは
ちゃんとプロが使う道具を使うでしょっていう。もういいかな、巻きすぎちゃってね、今度入らないじゃないですか。やりますどうですか、どう、硬くないダメかな、ダメかな、ギュッて入んなきゃダメですかね。いい感じに入って、まあ盛らなきゃいいんですから、ね、外側から持ってくる、一緒に回っちゃったりして、オイルシール、まあ、とりあえずこれで様子を見て、どうすか、オイルをいっぱい入れて、いっぱい入れたら試してみる。言うとね、いやー、その古いのはもうちょっともう勘弁してくださいっていう感じなんですかね。ホームユーズプロフェッショナル、分かんないですけど、やっぱり物体以上はねそんなこと言うと大変ですけど、やっぱり製造業はね、その後ずっとね、これを部品がなくて、そういういわゆる消耗品ってある意味ね、それがなくて直せないっていうやつ、使えなくなっちゃう、まあ、もう重要な部分が壊れちゃって、それでさすがにもう古いからそれはちょっと無理ですねっていうならまだなんか、まあ、しょうがねえかな、納得はまああれでも思うんですけど、オイルシール1個だからな。でまだ言ってんのかお前は、しつこいな、もう少し巻いてもよかった。ちょっと弱気になっちゃった。1ミリだからっつって。1ミリって結構ありますもんね。片側 0.5 ミリですから、かなり巻かないとね。回転してる間に飛んでっちゃうかもしれない。で、オイルシールを、オイルじゃない、オイルを入れる。昨日マイクロロンを入れちゃったんですけど、エアツールオイルね、エアツールオイル、こういうのをズビ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 って入れるね。オイル切れちゃってるとね、調子悪いですよ。回転力もね、落ちますし、ダメだったらもう一回巻き直しです。さあ、ホースよ、来い、エアホース。どうですか。とりあえず応急処置終了。まだまだ大丈夫、スナップオン買わなくていいですね。スナップオンなんて買えないですよね、高くてね。まだ二十歳ぐらいだったらね、そんなことないですよ。まだでも10年は、いや
15年ぐらいは、いや20年はやるつもりだから、それ考えたら別に全然大丈夫、大丈夫ですね。ダメ、やっぱあとね、電動がいいみたいですよね。電動だと持ち運べるので、こうホースね、エアホースとか引っ張らなくていいんで、ついね、なんか電動だとほらバッテリーなんでそれがどうのこうのとか思っちゃうんで、あれなんですけど、重い。あの昔これ回してたの知ってました？そういうふざけた動画を撮ったんですけど、それがいけなかったですかね。オイル漏れの原因だったから、関係ないと思います。さあ、こんな感じで、とりあえずアネスト岩田さんのですね、エアインパクトレンチ TL9702 モデル、現在はもう販売終了で補修部品もありませんっていう言われてしまった、このインパクトレンチのオイルシール部、先端のオイルシール、とりあえず応急処置で新しいの、厚みの厚、外観、外径が若干細いやつを買って巻いて取り付けやってみました。どれぐらいでダメになるか分かんないですけど、ありがとうございました。